3連休最終日、海の日の今日、那覇市の波の上ビーチでは海水浴を楽しもうと朝から多くの家族連れや観光客でにぎわいました。千葉から来ました。あの連休利用して最高ですね。こんな寝そべって楽しいです。はい、今さっき気温が落とし合いしてます。カラッとしてて人も優しくて波も穏やかで気持ちいいです。ダイビングできたらしたいなと思ってます。今日の沖縄本島地方はあいにくの曇りとなっていますが、日中の最高気温は32度まで上昇する見込みです。ビーチを訪れた人たちは思い思いに連休最終日を満喫している様子でした。